ジョーーの中国戦、田中を死んでたつけやと思いますか、ね、いや、死んでたというか、生きるのハードル高すぎるだろうと思うんですけどね。生きることに対する <laughs>。あれで死んでたんだ。左、南の入って長友が低い位置取るから田中を幅取るっていう、あれ、気聞いてないとできないですか死んでたら聞き聞かせられないからね、人って。だってね、そうそう。ああ、なんか。 この座席盛り上がってないな、社長のグラスもうお酒なくなってんの誰も次行かないなあ、ああ次に行ったわ部長、ああ部長ゾンビだみたいなことないじゃん。ね、すごく分かりにくい例としたね。<laughs> 気使うゾンビないじゃん,、うん。大体生きてる人しか気使えないからね。なから田中は死んでないですね。それで